この動画は中二病講義を見てないと意味わかんないはずなので、まだ見てない人はそっちから最初に見てね。さらに変態と増してやがる。結局ファミレスじゃなくて、いつもの会議室にデリバリー頼んじゃいました。まずはね、視聴者の皆様、なんだこいつらはと思ってるとこでしょう。ってことでまずはメニューの説明から。私が頼んだミルクレープ。霊夢のチーズケーキ。そしてみんなの飲み物と、餃子。高橋、そこは大丈夫だと思うよ。みんなで食べるチキン。私は遠慮しとくわ。右に同じく。で、一応たこ焼きです。たぬきうどんに。なんだっけか。いや、あかんだろ、キツネな。そして普通のステーキ。あ、こいつは捨てみかんね。かわいそうに道端に捨てられてたんで、うちで買ってあげようと拾ってきました。ゲームじゃねえんだよ。ちなみに餌は、みかんだそうです。まさかのトモ食い。そしてこいつが、ワーターメロン。ちょいちょい発音良くなるな。おし、これで皆さんも心置きなく見れるでしょう。じゃあ早く決めよう。先生一人、生徒四人ですかね、やっぱり。これまでの流れからするとそうよね。でも毎回一緒だと飽きられちゃわないかしら？そうだね、変化も必要な気もする。お二人の真面目モード、きっと視聴者様には新鮮なはず。いつもアホやってばっかだからな。じゃあさ、全員生徒ってのはどう？ツッコミ役は中二病じゃない生徒で、周りの中二病発言に振り回されるみたいな。てかうっせーぞチキン。さっきからマリサが喋り出すと泣くのよね。空気読めるチキンちゃん。それはそうと、マリサさんのアイデア良いと思います。私も賛成。それで行こう。ボケ4のツッコミ1かな。とりあえずツッコミ私で、ボケが主と霊夢なのは決まりでいいと思うから。私とエイキさんがどっちに回るかですよね。私的にはどっちでもいいかな。けどボケに、ツッコミ3はないと思うから、ボケが3なのか4なのかだよね。まあそうだな。じゃあ自分今回はボケにしよっかな。オッケー。てかさっきからマリサが話すときになんか泣いてない？主も声声気づいてた。主ちゃんうすうすよ。霊夢が突っ込んだ。そしてなんか泣いてましたな、やっぱり。ちょっとマリサ口パクしてみて。犯人は貴様か、捨てみかん。やべえバレた。なんか近くから聞こえると思ったら、みかんらしくない鳴き声。ヤシもクソもねえだろ。じゃああとはエイキだけね、どっちにする？どっちでも準備万端だぜ。ここはマリサが決めていいと思うよ。一人でツッコミやるのか、エイキさんにフォローしてもらうのか。それでいいよ、マリサどうする？じゃあお言葉に甘えて、決めさせてもらうわね。どうぞどうぞ。じゃあエイキ、一緒にツッコミ役やってもらえる？もちろんだぜ、了解した。無事まとまったようだな。一件落着ですね。おし、じゃあみんな、卒業式本番頑張ろう。おお。ということで卒業式本番もよろしくお願いします。絶対見てねー。ではでは今回は舞台裏でしたが、ご視聴ありがとうございました。本番は中二病全開でいきたいと思います。じゃあ次は体育館でお会いしましょう。